内館オルブライトノックス美術館はニューヨーク州バッファローにある美術館である。アメリカで6番目に古い公共の美術館である。特にコンテンポラリーアートで知られている。オルブライトノックス美術館の前身となる組織は1862年設立のバッファローファイにアーツアカデミーである。1890年バッファロー在住の起業家であり、 事前家であったジョン・ジェイ・オルブライトがこのアカデミーのために美術館の建設を始める。1905年に完成。1962年、拡張部分が銀行家のシーモ・アイチ・ノックスとその家族、また寄付により建設された。この時にオルブライト・ノックス美術館と名前が改められた。この新しい建物はゴードン・バンシャフトによりデザインされた。オルブライト・ノックス美術館は アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。印象派やポスト印象派、キュビズムやシュルレアリスム、抽象表現主義等の作品を所蔵している。また、アーシュル・ゴーキー、クリフォード・スティル、アンディオ・オーホル、ペール・キルケビー、ゲオルク・クバゼリッツ、ジョン・コンネル、アラン・グラハム、キキ・スミス、ジャクソン・ポロック等の作品も所蔵されている。ありがとうございます。